速稼塾の久保です。ちょっと薄暗いんですけどもご容赦くださいね。もう今ね外から光が当たってますから電気をつけてもあまり変わんないでしょ、うん、だからいつもね夜撮影してるんですけども夜の撮影だとものすごく見えやすいと思うんですけども昼間はね外の光が中に入ってるんで今日みたいな曇りの日でもこういう風にシルエットで映っちゃうんですよ。で光の下に出るとそれできるんですけども例えばね、こういう形で光の下に出ることができますけどもこの空間が狭くなっちゃうんで撮影に不向きなんですよね。今日はですねこの短い脇差しこちらの方を取り出してみましてこんな感じですよね、抜くのは。で、小さい刀だと両手でここで引っこ抜けるわけなんですけども日本刀の方ですよね、まあ、当然これ模造刀なんですけどもこちらの方はこういうふうにこっちを引っ張ってね抜こうと思っても抜けないわけなんですよ。ですんでこれカチンと親指で外した時にねこの体をちょっと沈めてこっちをこういうふうに引くんですね。こう感じでその一瞬あれ引っかっちゃった。危ない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 。模造刀でも痛いですからね、突き刺さったら。ちょっと下に下ろさせてもらって刀が映んないと意味がないんでね。ね、こう腰ためてこっちをこう引くんですよね。こうで元に戻ると。こういうふうに持っていくとこういうふうに持っていくと抜けないんですよ。だからこうね。で、訓練の仕方として私が聞いたのは壁に向かって壁に向かってこう立つんですね。ここ当たるでしょ、ここ。こっちを引くと当たるんですよ。だからこれで抜く練習。こっちを左足をグッと下げて抜くんですね。こうらしいですね。これも指導を受けたわけじゃなくて聞きかじりなんで分かんないですよ、うん、だからね独学ってのは下手したらわけの分かんない方向行っちゃうんで本当危険なんですよ。きちんと教わるべき人に教わってこういった趣味事でもやっていかないとねダメだなってことですよね。で、おかげさまで私もね、隠居して始めた三味線が民謡が今度ね明日で400日を迎えるんですよね。400日といっても400回の稽古です。で、千里の道も一歩なんでまだまだ道半ばでございます。まだね、弟子もおりませんし、まだね裾野の広い世界で知られた顔になるのにはまだまだ日がかかりそうでございます。で、そうこうしているうちに感染症もありなんだりで業界がなくなりそうですですんでね、この魂だけでも受け継いでいかないとなと思いまして、せめてこういった動画に記録として残すことによって後世に伝えて、そして私の動画に対して弟子ができるんではないかなというふうに思ってます。で、今なんでこれを言うかというと私も今ね YouTube で弟子入りしてるんですよ。剣術とか武術とかあとはね任侠道精神とかこういったものは近所の人に教わろうったって言いませんからね。道場もないし。ですんでやっぱね YouTube ってもので活動してらっしゃる方とか、まあ、連絡させていただいて YouTube 動画にしていただいてこうご指導いただくみたいな形になってますかね。はい、ぐだぐだと言いましたけどもこれが隠居の日々の過ごし方でございます。そろそろお迎えがいるかなと思います。ちなみにですねこの今着てる夏用の寒いなんですけども結構気に入ってるんですよ。で、一番いいのが気に入ってるのがねここなんですよね。どうですか、戦艦大和のへさきって感じでしょ、靖国マークって感じでしょ。今ね日本は新たなる危機に直面してます。それは他国から侵略されているという過去の歴史の繰り返しではなくてどちらかというと自国から崩壊してるってことじゃないかなと思うんですよ。だいたいね本当にダメになる時っていうのは外からではなくて中から壊れていくんですよね。これをとってもよく表した言葉を、以前
話ししましたんで、改めてここでもお話したいと思います。卵っていうのはね、必ず内側から破られていくんですよ。あのひよこがツン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 と内側からパリッと殻を割って出てきますよね。でもあの卵を外から壊そうとすると、まあ、私たち人間の力でねやればわけないんですけども、自然界ではなかなか壊せないんですよね。あの卵っていうのは外からの衝撃には強くなってるんですよ。でも内側からは簡単に壊れてしまうんですよね。でまさにこの国がどうにかなるとしたら内側からなんですよね。そして内側から壊すべく、もしかしたら工作員っていうのもこの長い時間をかけて戦後75年少しずつ送り込まれていて、報道ですとか司法ですとか行政がもはや乗っ取られてるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はね余計なことを言いましたけども、隠居の過ごし方、そんな形で放送をお届けしました。ご覧いただきましてありがとうございました。